ブラックパーティー、ブラックパーティー。いやあ、鈴木ですよ。今回やっていくのはブラックパーティー。僕バケットおやつと君のハロウィン。いや、俺のハロウィンだね。違うよね。みんなのハロウィン。今日はみんなのハロウィンだ。だからね、みんなのハロウィンにふさわしいこれハロウィンのゲームをやっていきたいと思いまして、このゲームを選びました。このゲームね、俺が最近毎週定期生放送って生放送でやってる、あの土の中っていうゲームの作者さんと同じ人のゲームでして、何が言いたいかと言いますと、そういう人とちょっと最近仲良くさせていただいておりまして、そのよしみですが、ちょっと面白そうなゲームだなと思って、こちらの方もゲーム実況させていただきたいと思います。ニューゲーム。どんなゲームか説明するの忘れとった。まあ、見ながらちょっと知ってもらいたいですね。俺は実はあまり知らないんですね。主人公の名前を教えてください。というわけで、この女の子、主人公の女の子の名前を決めさせてもらいます。もめきってデフォルト名前らしい。どっから来たんだろう、もめきって。なかなかない名前やけど。女の子の名前か。俺、女の子の名前つけるのちょっと苦手やけんな。作者さんの名前にしようか。よっしゃ、これでいいだろう。プロローグを飛ばしますか？もちろん飛ばしませんよ。見たい見たい。プロローグが一番大事だよ、お前。導入の部分が結構、導入の部分でゲームって、よし悪しが分かってくるようなところあるからな、お前。春が、春じゃないわ。花が落ちて、木々が色づいて、また、この季節になりました。今日はハロウィン。一年に一度の死者のためのお祭りで、そうなんじゃ。知らんかった。ハロウィンってなんでハロウィンとして言われとるか、実は知らんかった。24年間生きてきたのに全然知らんかった、俺。商店街はオレンジと紫のカラー一色に染まっていて、オレンジと紫なのに一色なんだ。ちょっと突っ込むよ。作者さんがちょっと仲いい人だからバンバン突っ込むよ、お前。今日という日のためにカボチャやらコウモリやらで飾り付けがされ、ハロウィン商品の、販売合戦が繰り広げられています。ここ、夜空洋菓子店。作者さんの名前出てきたもん。ああ、ここに名前、主人公の名前出てくるんじゃ、夜空洋菓子店やって。これ、デフォルトで夜空だったら自己主張激しい作者さんってことになるからね。今日は1年に1度の書き入れ時などもあります。トリックはトリート。ハッピーハロウィン。どうぞ、当店特製のパンプキンパイです。パンプキンパイだって？貴様、それは胸についてるニコのパンプキンパイのことを言ってるのか。わーい、ありがとう。いえいえかな？ケケ、ちゃうな、いえいえだろうな。どう尋ね。おやつをもらう子供たちもみんな、フランケンだの、ヴァンパイアだの、ミイラ男だの、お化けの仮装をしていて、もし、この中に本物が混ざっていても、きっと誰も気づかないんでしょう。あ、フラグじゃないかさ。それ、ふざけじゃない。本物が混ざるって言って、混ざりますよって言ってるようなもんじゃないですか、それ。配布用のおやつは全部配ってしまいましたね。残る仕事は、例のおやつを焼き上げるのみ。例のおやつとは、毎年この時期になると、町内の子供会からハロウィンパーティー用のおやつの発注が来ます。これは町内の子供が集まるイベントで、みんなで食べられる大きなおやつを用意しなくてはいけない大変な仕事です。例のおやつだって、お化けのゲームだけに例のおやつなんちゃって。おととしは巨大パンプキンパイ、去年は巨大バケツプリンを作りました。今年も昨日から仕込みをしており、渾身の作品をお届けできそうです。あとはオーブンで焼き上げるだけですね。私は工房に戻り、オーブンのタイマーをひねる。ひねるでやったのかな、俺はちょっと。あ、これでよしと。これでよしこ。その時、工房の呼び鈴を流す音が。トリックはトリート。あ、ごめんなさい。絶対声が間違えた。絶対声間違えた、これ。ドアを開けると、店先に立っていたのは、魔女の仮装をした子。ではなく、ボインだ、お姉さんでした。ほんとだー、めっちゃボイン。ただ一つ言わせて、この女の子の、大体似たような大きさのおっぱいを持っている君、
それは遠回しに私もボインなのよみたいなことを言ってるな。夜空、おい夜空お前。ボインの夜空と呼んだろうが、お前のこと。おっぱ、いらっしゃいませ。あ、ボインの夜空が来たよ。これはボインの夜空だと言われても仕方がないような発言です。いきなりおっぱいに見えて、いきなりおっぱいって言葉が出てきました。もう脳内で抗えないんですね。おっぱいって言葉を言おうとしたけど、抗えないんですね。おやつくれないといたずらしちゃうわよ。大人には無料おやつはありません。それでもよければ店内を見ていってくださいな。おやつくれないの？大人は有料だと言っているのに、魔女は話を聞きません。それどころか、これに入れろと言わんばかりに、空っぽの瓶を差し出して、綺麗な瞳で見つけてきます。致し方ない。根負けです。推しに弱い私は、魔女の視線に耐えられなくなると、瓶を受け取り、店内のおやつを探しました。舌出すな、お前。舌出すな、お前。食欲旺盛な女の子だな、これは。後で食べようと思っていて、取っていた私のおやつを渡そう。しぶしぶ自分のおやつ用に取っておいた市販のプレーンヨーグルトを適当に瓶に入れると、お？ゲお化けー！ああ、あなたの作ったおやつならよかったのに、変なヨーグルトなんて入れるから。お化けが見えるんですか？これは一体どういうことなんですか？お客様、一体何者なんです？目 目の踊り方が尋常じゃないような目になってるね。私はキャンディー。あの世に住んでいる魔女よ。そしてあなたに渡したのはお化け瓶。おやつを入れるとお化けが集まる不思議な瓶なの。これでちょっとそこら辺にいるお化けを集めてみてくれないかしら。お化け瓶？困ります。私には町内の子供たちにおやつを作るという大切な使命があるので、こんなものに構ってる時間は、そのオーブンのタイムが終わるまででいいから。いいじゃないの、少しぐらい協力してよ。減るもんじゃないし。わあ、すごいめんどくさそうな顔してる。夜空変な、すごいめんどくさそうな顔してる。それでも、本物の魔女にトリックされたい？あ、俺はされたいですね。俺はされたいですね。説明ケースがちょっと個人的に、二人っきりの部屋でされたいですね、トリック。怖っ！言うことを聞いて、お化け瓶を使ってみますか？ああ、だが断る。絶対に無理です。何を聞き分けないのね。せっかく助けようと思ったのに、もう知らないから。そう言うと、キャンディーと名乗った女の子は、魔女は去っていった。あれ？トリックは？トリックはどこ行ったんですか？あれ？ちょっと、できればこの二人の、ピンクなトリックアトリートをやりたい。ピンクなトリックアトリートを見せてほしかったんやけど、ベッドの中に入って。終わった。トリックせんのかーい。わかりました、わかりましたよ。いず、え、はいを選ばないと進まないパターンでしょ。もう、いけず、はいを選ばないと先に進ませてくれないっていうね、作者さんのいけずなところが見えております。はい、致し方ない。オーブンのタイムが終わるまでなら、で、いいなら協力します。そう言ってくれるって知ってた。後で私のこと呼んでね。ああ、やめろ。その舌出すのやめろ、お前。なんか、ここなしか、その舌が這いずるような音が聞こえてくるわよ。どうやって、レベット？首をかしげる私を無視して、キャンディーと名乗った魔女は、ほうきに乗ってどこかへ行ってしまいました。ようやく魔女っぽいところ見せたな、こいつ。ほうきに乗って、両手に飛んでいくとか、ようやく魔女っぽいところ見せたな、お前。ふぅ、お帰りになられた。おーい、遊びに来たぞー。ごめんなさいね。これもちょっと声が間違っとったわ。結構見た目イケメンやったな。キャンディーと入れ時間にやってきたのは、幼なじみのエリックでした。彼は甘いものすぎて、ちびっこの休憩時間になると、甘味を買い求めて毎日やってきます。もうお昼休みの時間なのですね。そうだよ。なあ、チェリーパイくれよ。いつものやつ、お前が作ったのを食べると午後も頑張れるんだよね。今、来客がありまして、まだ焼き上がっていないのです。子供会員用のおやつと同時に焼き上がりますので、少しだけ待ってもらえますか？うん、いいよ、わかった。
その間、君の胸についているチェリーパイを食べさせてもらうから、やめてください。そう言うとエリックはいつものように笑って、たわいもない話をし始めるのですが、多分、今この人の頭の中ではピンクの妄想が広がっているのでした。あ、始まった。タイマーがゼロになるまでに、お化け瓶にお化けを集めよう。ゲーム説明を見ますか？見ないんですか？見た方がいいですよ。見ないと損しますよ。早く見てください。見ない人はバカだと言いますよ。バカと呼ばれたんですか？わかんない、見るよ。そこまで言うんだったら見るわ。お前バカだと言われたくないからな。コメントでバカって書くなりゃるくさないんだよ。皆さん、このゲームはお化け瓶にお化けを集めるゲームです。お化け瓶とはこのことです。これいかにもゼルダの伝説に出てきて、牛乳とか回復薬とかカンテラの燃料を入れそうな瓶ですね。お化け瓶は不思議な瓶なので、おやつをセットするとお化けが集まります。お化けホイホイなんやな。使い方は簡単です。お化け瓶をタップしてみてください。タップね、これね。でも僕はね、この夜空のおっぱいをタップするもんね。おい、ナイスタップ。いや、おう、女の子のおっぱいにタップして、ナイスタップ言われたんやけど、やった、なんかやった、おい、褒められたわ、やった。もっとタップしていいかな。ここでは今持っているおやつを瓶にセットすることができます。プレーンヨーグルトをタップしてみてください。さっきの残り、あ、なんか給食に出てきそうだ。プレーンヨーグルトだね、お前。懐かしいな。ちょっと懐かしく感じちゃったよ。はい、そうそう、まさにこんな感じです。これでセット完了です。なんか一つタップするためにすごいスタンディングオペレーション聞こえてるな。別に何も当たり前のことをやっただけなのにスタンディングオペレーション。お化け瓶の画面のままだとお化けが集まらないので、さっきの画面に戻りましょう。はい、わかりました。戻った、勝手に戻らされた。お化けがやってくるまで少し待ってみましょう。時間経過はこのタイマーを目安にしてください。これね、チュートリアルだけ200なんやな、これ。なんかちょっと夜空の背後になんかすごい黒い影見えてますけど、いやこのようにお化けが出現しますね。お前にさ、こっちの方がすごい気になるんですけど、こっちで説明してくださいよ。もう少し様子を見てみましょうじゃないよ。お前今説明しろ。お前気になるんだよ、こっちの方が。お前ノータえ、来た、あ、男の方についていた。取り憑かれるわけでもなくスルーしていって、バイバイ、またね。わー、どうした。ついにやりました。お化け瓶にお化けが吸い込まれていきました。捕獲完了です。もう理不尽やな。お化けにとってはすごい理不尽な絵やな。お前このお化け何かやったわけではないんだ。お前むしろさ、また来るねみたいな感じで去っていたのに、バイバイキーみたいな感じで去っていたのにさ、いきなり吸い込まれて瓶の中に閉じ込められたの。このお化けの気持ち考えたことある？はい、捕まった。捕獲したお化けはこのように表示されます。瓶の中にお化けは2種類までキープできます。仕掛けたおやつを外すとゼロになります。またお化けが出てきたり吸い込まれるまでの秒数は決まっています。エンドを集めるとだんだん速くなります。またお化けは画面流しで少しだけ速く集めます。お化けをたくさん集めるといいことがあるかもしれないので、頑張って集めてください。はーい、つまりだな、お化け瓶セットして、お化け瓶にまたプレーンヨーグルトある。この子すごいプレーンヨーグルト好きやな。セットで待ってみる。時間が長いんやな、やっぱ。めっちゃ来た、めっちゃ来た。これ戻るで待っとったらどんどん入っていくよ、勝手にみたいな感じの放置ゲーなんだ。どんどん入ってきたな。この黒いやつなんなん、このシスターの頭にかぶってそうなやつみたいなやつなんなん、これ。ゴミ袋のパワーが集まってゴミ袋が見えるようになったよ。ありがた迷惑やな、お前。なんだゴミ袋が見えるようになったよで。こいつは悪霊だ。飛んでいるゴミ袋を集めると部屋中にどんどん溜まっていくみたいですね。悪霊とは恐ろしいものです。なるべく集めないようにしよう。集めてあかんのじゃん、この悪霊。集めないようにしようだって、どうやって追い払うかわからんだけど、やめて。どうやって追い払うんですか。プレーンお化けのパワーが集まってハートのお化けが見えるようになってよ。これハートのお化け、え、これお尻、どうやって追い払うんだ。おい、どうやって追い払うんだ。空にした方がいいんか。お化けがチャレンジもある。うん、しょうがないですよ。
捕まえたやつむしろ逃がしたいわって感じだろ。じゃあ おいどうやって通るんだよこれ。ゴミ、おい暇そうだから話しかけてあげようってなんかエリックがすごい悲しい人間みたいな感じになってるやないよお前。トリックオトリート、トリックはトリート、おらずくれないといたずらしちゃうぞ。ダメだ、夜空ダメだ。このエリックってやつは多分頭の中ピンクな妄想で広がっているから、トリックをさ、いたずらされるってことはすごい M な男の風景を思い浮かべている。いたずら、あながちそれっぽい感じの表情になっちゃった。エリック、今日はハロウィンだって知ってました？知ってた。夜空にあげられるのこんなもんしかないよ。星楽器渋いな、ほんと。このエリックって何歳なの？こう見て実は58歳とか言われるのかな。若いな、58歳。ヴァンパイアかよ。なんだよ、その残念そうな顔。てか、そもそもあげられるお菓子があるならここに買いに来てないし。あと、お前の顔を見に来てるんだけど、それはまあ、おいで。あれあれ、エリック君。夜空に恋をしているんだね、君。後押ししないでもないよ。まずはね、夜空の服を脱がす。やばい。これ悪霊がめっちゃ来てるよ、お前。シンプル、頭にかぶってそうなやつ。黒いローブっぽいやつ。お前、悪霊の方がめっちゃ集まるよね、お前。集まる感じが。ゴミが増えていく。ゴミが増えていく。ローブのお化けが多い、お前。まあ、ゴミが増えていく、お前。もうこのまま放置してみよう。一瞬でこのまま放置しといてやろうか、お前。ゴミ屋敷になってきようんだよ。夜空菓子飯店とかじゃなくてさ、いつまでか夜空ゴミ置き場になってる。あれ、瓶の中で悪霊がめっちゃ集まってる。わー、やー、助けてー。お化け瓶にゴミ箱、ゴミ袋を集めすぎてはいけない。そう気づいた時には私はすでにゴミ袋の下敷きになっていました。なんというハロウィン、なんという最悪のハロウィン。今日という日のことは絶対忘れることはないでしょう。ゴミに埋もれたハロウィン。ダラララダーダラララ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 ダラ。あ、もうこっから始めさせてくれるんじゃ。よかった、スキップとかせんでいいんじゃな。これ開幕お尻折るんじゃねえかお前。おい、開幕レギュラーかのごとくお尻折るぞお前。お前しかもこれはこうで見てよ、ワンチャンちょっと夜空のお尻触ってそうな手の出し方しとんねんお前。危ない危ない。これはふくらはぎのあたりかな。もうちょい上行くなよお前。もうちょい上行ったらお尻になるぞお前。セクハラになるぞお前。いたずらどころか犯罪だぞお前。お尻がお尻で触るってどういう光景なんかちょっと逆に見てみたい気もするけどね。あ、星が来た。そうかそうか、イベントを見るためにちょっとここのお菓子が増えていって、新しい方向からお化けを呼ぶことができるわけね。星垣、これどんな渋いお化け出てくるのかな、お前。日本の妖怪が出てきそうな妖怪、夜泣きじりとか来そうだよなお前。なんかお前、鬼太郎が退治しに来そうな感じ。おお、ボキまた新しいやつ出てきたよお前。なんかお前、ミイラ男が幽霊になりましたみたいなやつ来たよお前。こいつに関しては幽霊というよりは宇宙人っぽいんやけど。別の星に住んでそうな感じのやつ来たよお前。なんだ、集まっていってる。お化け図鑑ってのがようあったわな。よう見たらあったわね。これプレーンお化け。だからプレーンヨーグルトなんこれ。プレーンヨーグルトの意味ってそこだったんじゃ。はあはあ。あとハートのお化けっていうかお尻。お尻ではないって言うたら。作者さん的にもちょっとお尻に見えとるんだよお前。プリケツだよね。ズリオストッキングを履いてるのにズリオシってお尻のように見える。あ、そうですか。30匹集めたら話しかけてみようとかあって、こんなんがあるんじゃ。ゴミ袋15個以上集めたら、あ、15個以上集めた件前回偉くなったんじゃな。これうんうん、包帯お化けって言うんだよこれ。包帯でぐるぐる巻きになったお化け。ほうほうほう。もう収穫率が 20%。 宇宙人じゃないかお前。お化けちゃうじゃないかお前。お化けちゃうじゃないかお前。お化けが集まるよね。宇宙人が集まるよ。
なんかエイリアンじゃないよ。地球侵略しに来た、そのついでにお菓子手に入れようにして来たような感じになったの、お前。あ、30匹以上集まったらみたいな感じがあるけん、こいつが話しかけれるんじゃ。よし、お尻よ、お前。ハートのお化けだって、可愛いお化けもいるんだな。ちょっと下ネタっぽいけどね、これ。ちょっと下品なところあるけどね。お菓子くれなきゃいたずらするぞ、トリコアトリート。ごめんなさい、もう配ってしまって、うちにおやつはないの。ウイラにお菓子くれないといたずらしちゃうぞ。おほほほ、こんなファンシーなお化けのいたずらなんてちっとも怖くないんですよ。あ、それフラグですね。えらい目に遭うよ、これ。何でも知らないからな。えっ、えっ、なこれ。キャー、何をするんですか。ああ、普通にセクハラかましてきたこいつ。お前そこまで言ったらいたずらというよりかもう性犯罪ですよ。お菓子くれないから悪いんだよ。いやー、変態お化け、悪霊退散、悪霊退散。痛い痛い、ほんのかのいたずらじゃないか。おいらは悪霊なんかじゃないぞ。そんなこと言って、お前みたいなやつが満員電車に入ってみろ。速攻警察来るわ。むー、いたずらでこんなことをしてはいけません。悪かったよ、お詫びにこれあげるから許してくれよ。なこれ、ハロウィンセット。おい、いいもんくれるやないか。でも警察は止めないぞ、お前。俺ら仲間が30人集まるまで帰れないんだ。しばらくここで待たせてね。あ、ハートのお化けが30人集まったら、こいつ話しかけたら帰っていく感じなのかな。こんなに可愛らしいハロウィンセットをもらってしまっては無理に追い払うわけにもいきませんね。マジか。じゃあ俺ハロウィンセット持ってきて、この夜空にお尻触りに行こうよかな。だったらハロウィンセットあげるだけで許してもらえそうな気がするからな。いたしかたない、私も協力しますから。仲間が集まったら早く元の世界に帰るのですよ。おい、飛ばしすぎだお前。まあ何にせよ集まってきました。あわよくばもう一回触ってやろうっていう手の場所だな、お前。なんだ、わあ、 UFO 兵器だお前。宇宙人が集まったらUFO 呼べるんかお前。なんだお前、なんだこれ。ベンドラスペースピープル。元ネタがわからん。ごめん、俺には元ネタがわからんけど、元ネタわからないやつでもベントラスペースビルやって。じゃあ略して BBS だ。 BBS じゃお前、 BBS 行け。略して BBS な。これ人には誰しも死ぬまでに一度は行ってみたい変な呪文があると思います。ないっすね、俺にはないっすね、残念。しかしまさかこれを言えるチャンスがとうとう来たとは。私は UFO に向かって呪文を唱えた。ベントラスペースピープル。ベントラスペースピープルとは UFO を呼ぶ呪文だとされているよ。知らない人は調べてみてね。調べません。人間が我々を呼んでいる。わあ、宇宙人が出てきた。ふむ、今日より星に連れ帰り研究材料にしよう。え、キャトルミューティレーションしてやる。そういうまで説明してくれるんじゃ。ああ、待って、マジそんなつもりで呼んだんじゃないの。キャトルミューティレーションしないで。その後私は宇宙人に改造手術を施され宇宙人になりました。何というハロウィン、何という最悪のハロウィン。今日という日のことは絶対に忘れることはないでしょう。こんなエンディングあるんじゃ。改造手術か、何なんだろう。変身って言うてら仮面ライダーになるんかな。まだおるじゃんお前、まだおるやんお前。あわよくばもう一回お尻触ってやろうって思ってるだろうタイプのお前。てか UFO 開幕コールじゃないかお前。トリックはトリート、トリックはトリート。おやつくれない宇宙人はケトルミューシュレーションしちゃうぞ。こいつ絶対前世でケトルミューティレーションされたタイプの夜空じゃんお前。前世でケトルミューティレーションされたけん逆にできる状態になってしまった。できる状態で次の世界に現れてしまったお前。もうその説明いいっす、知ってるわ、さっき見たわお前。それは困る、この星の生き物怖い。
おやつくれたら見逃すよ。いかしていたしかたない。我々の食料分ける。何だ、キャットフード？キャットフード、お前ワンチャン買えるな。お前キャットフードを主食にするぞ。お前ワンチャン買えるな、この地球だったら。お前、え、ペットにできそうじゃないか。お前、え、うわ、いらな、外の猫にもあげようが、ここにお化け瓶に来た。キャットフードっていうかハロウィンセットあったわ。そういや、そういやハロウィンセットあったわ。さっきこっちやろう。何が来るの、ハロウィンセット。おお、パンプキン来た。あー、なんかみかんのお化け出てきた。お化け図鑑、みかんお化け。あ、そのままだったわ。ジャッコーランタンの仲間だと勘違いしてやってきたのだろうか。うっかり者。正月にはそうなんじゃ、10月には活躍するなんて。え、ってことはさ、作者、え、夜空さん、夜空さん、作者さんの夜空さん、それってお正月の、お正月のゲームを作るってことですよね。お正月のゲーム作ってこいつ出すってことですよね。それ、そういうことでいいんですか。あと、ジャック・オーランダン、これやな。ハロウィンといったらこれ、魔除けの効果。10匹以上集めると何かが現れる。それと、みかんの方が5匹とか。まあちょっと見てみよう。じゃあゴヒ、みかん人間、みかん人間こいつ、あ、胴体ついただけのような気がする。ワンチャンアンパンマンの顔をぶつけたらアンパンマンになりそうな感じのやつが頭にしたんだよ。ジャコランタも来たとか。とりあえずみかん人間処理するわ。お前みかん人間ってなんだよ。みんながプレイヤーみんなが思っとることを突っ込んでくれるという代わりに、ゲーム作者さんが思う。ちょっと言っていいですか、ハロウィンにみかん関係ないし、もや人間ですらないんですけど、みかん人間ってなんだよそりゃそうなる。こんだけ伸ばしたくもなる。なんでみかん人間ってなんだよって思ってるもん。ゆるキャラみたいな顔しやがって。俺様を知らないとは何事ポニョ。ポニョ言ってる。今日は一日のみかん祭りポニョ。ポニョ言ってる。ちょっとおい、それちょっとジブリに歌えられるぞお前。みかん祭りとは一体何のことでしょう。今日はどこの家でもみかんを飾ってるニョ。なんでわからんけど、きっと俺様の引いたからポニョ。もしかしてジャックランタンをみかんなのを勘違いしてるんですか。確かに色味は似ているけど全然違うので、よく見てごらんなさい。ぽ、間違ったモニョ。今日は王様の祭りじゃなくてかぼちゃの祭りポニョ。なかわいいなお前、アッパンマンみたいな顔の方の比べ方するなお前。ワンちゃんバタコさんにお前にの顔に顔面にアンパンマンの顔投げつけてもらおうかお前。元気かぶやアンパンマンだぞお前。それも違います。ハロウィンというのはカブトのためのお祭りではなく、年に一度だけ死んだ人が帰ってくる日なんです。10月31日は、あの世とこの世の扉が開いて、霊が帰ってくる、行くると言われています。その時、一緒に悪霊や魔女も一緒についてきて、災いを起こすと信じられていて、そういった悪い者たちを追い払うよう、カブチャを飾ったり、お化けの仮装をするのです。悪霊を怖がらせて退散させるために、そうポニョね、教えてくれてありがとうポニョ。俺にいいものやるポニョ。ポーニョポーニョポーニョ世間で抜く。みかん人間にパンプキンパイ。ほう、お前パンプキンパイ自分でも取るくせに、そのパンプキンパイと自分を照らし合わせて違うなとか思わんかったん。そこちょっとツッコミだな、ね、あるな。はあ。書いていた。何を言ってるのかしら。私の帰る場所はここよ。あ、そう。あとカブチャもちょっと処理したいな。でかいカブチャ調理。普通の包丁では調理できない斧とかがあればいいの。やめろお前、31日なのに13日の金曜日的なやつ始まりそうな気がするてな。お前やめろお前、それはお前、斧ってお前そんなん出てくる時があるのかって話やけど、もうイベント始まらんかな、始まらんか。じゃあちょっと空にして、
キャットフード。なんか変な決定なやつ出てきたよお前。決定なやつ出てきたよお前。もうここキメラ的な決定な気持ち悪いやつ出てきたよ。もう子供に見せちゃダメなタイプのやつやお前。獣フレンズでドケモノはいないって言われてもこいつは例外的にドケモノされそうなやつだよお前。魔物まあ適当ってだなお前。思いつきでとりあえず適当な気持ち悪いやつ作って魔物って呼んでるみたいな感じになってるお前のパワーが集まってアロウィンの悪霊が見えるようになったよ。こいつは悪霊だ。魔物かっこ適当は集めない方がいいかもって言われたら集めたくなるのが世の中の心情。集めさせてもらいます。バケツは見てみとこう。これ何だれ魔物。作者のせいかお前。魔物になった作者のせいじゃないかお前。今度しかときます。 Twitter の方で DM でちょっと暮らしめてやろうかな。これはガチのやつよお前。闇落ちしたカービィみたいな見た目したんだよお前。地獄に引きずり込んだりってこいつの設定だけやける怖いだよお前。トラウマでないかお前。闇の任天堂が始まるだよお前。あ出てきた。もう早速出てきたお前。早速出てきたやん。ノータッチやし、ノータッチやし、存在感あってもノータッチやしお前。まだ出てきたん。怖い怖い。大量生産や、悪霊の大層生産やお前。何か災いが起きるから、もっと増えたら逆に見てみたいわお前。来たー。あ、時間がなくなるかな。何か災いが来た。何これ。猫娘、猫娘。ちょっととうとうギギの鬼太郎からのゲストキャラクター出てきたねお前。悪霊が3体もできたのにさ、猫娘の方に注目されてるってことだね。うん、お主私と遊ぶにゃ。え、猫は遊ぶのが仕事にゃ。かまってくれないと退屈にゃ。ま、それなんていい仕事なんでしょう猫好き。もちろんですよ。私もどっちかって言ったら犬よりは猫の方が好きですからね。もて遊んでやりますよ、まあ、遊んでくれてありが…はや…はやない。どういう遊び方したんだろう。お腹もいっぱいだし少し寝るにゃ。あー食べて遊んで寝て素敵な生活だね。私も生まれ変わったら猫になりたいな。ふむ、そうかにゃ。寂しがり屋の人間に飼われるとかまわれすぎて大変なのだぞ。それは幸せなことです。ではお主にこれを託すんにゃ。なんだ畜生の宝物。畜生でなんなん。かわいい鈴、かわいい鈴。なんださっき鈴の音がしたんだけど何か持ってるの。どうしたお前エリック。突然シャフィーで来たなと思ったら鈴の音に反応したお前。あーこれですか。これはどこで見つけたの。どうした。畜生にもらったのですよ。何やら大切なもののようです。畜生、何のその、何その言い方。お化けにもらったと言っても信じてくれるかわからないし。ってそんなことは置いといて、こうすずゼロちゃん、レイちゃん、オーちゃん、レイちゃんにしとこう。レイちゃんの首輪の鈴なんだけど、ほら穴が桃の形になってるだろ。ハートじゃなくて桃の形の穴だったのか。うわレイちゃんやっぱり来てくれたんだな。お化けになっても会いに来てくれるって俺ずっと信じてたよ。あ、レイちゃん、あ、レイちゃんってそういう意味のレイちゃんな。もしかして、もしあの、ね、猫娘がレイちゃんならエリックに変われるのがなかなか大変だったとか言ってたけど、それは黙っておこう。ところでエリック、さっきから気になっていることがあるんだけど。なんだよ。あなたなんか透けてない。レイちゃんが会いに来てくれたのが嬉しくてさ、俺消えちゃうかも。成仏したのお前。なんで嬉しいの消えるのさ。だって生き量
ラムだもん。嬉しいと、丈夫としちゃう。爽やかな声で言うな、お前。はい、どういうことですか。夜空に会いに来たのに、レイちゃんまで来てくれるなんて、俺幸せ。グッジョブ。何か言いかけると、キラキラした謎の演出とともにエリックは消えてしまった。作者さんはこの謎の演出に予算をつぎ込んでいると、そう思ってくれていいでしょう。なんということでしょう。私が今まで幼馴染だと思っていたものは、生き量だったのです。不思議なこともあるものです。ハロウィンといえども、こんなことが許されていいのでしょうか。8:2の割合でありだと思います。エリック、私はあなたにまた会えるの？ほほほほ。待って、エリック！気づいた時にはドアを開け、私は外へ出ていました。そして外の景色が自分の知ってる風景ではないことに呆然としました。あらまあ、これは天国の世界でしょうか。なんということでしょう。な、これはどういうことですか。見慣れた風景はすっかり空き地になっていたのです。その変貌ぶりは何年も経ってしまったかのようでした。匠はどんな技術を使ってこの空間を作り上げてきたのでしょうか。そして外から見てた工房の姿に驚きました。工房はなんと大きなお化けだったのです。こんな依頼はしていないと言い張る夜空でした。室内はそのまま私の工房でしたが、外見はまるで手抜きのイラスト並みです。なんていう自虐なんでしょう。なんということでしょう。ハロウィンの日にはこういうこともあるのですね。私がその存在に気づいたからか、工房はパラパラと崩れ去り、闇の中に消えてしまいました。工房が消えると、その後ろに悲しい顔をしたエリックが立っていました。エリック、何してるの。彼は石碑に手を合わせ花を添えているようです。夜空、どうしてこんなに早く。俺は君に何を伝えられなかったことだけが心残りです。何言ってるの。エリック、私らここにいるじゃないですか。何でも話してごらんなさいなさ。何で無視するんですか。夜空、お化けになって戻ってきてほしいよ。その時は言えなかったことを言わせてほしい。席に私の名前が書いてあるんですが、これは一体。夜空が亡くなってちょうど1年、君が事故で亡くなってから俺の心はすっかり空になったよ。生きてるのに死んだみたいな感じ、変だろ。なんと私が死んでいたですね。君がもしお化けになっても、姿や形が変わっても、あれ、肩がおかしい。わあ、プレーンのお化けになった。プレーンヨーグルト好きすぎてお化けになった気がプレーンになったわ。お前、お化けになってる。なんということでしょう。必ず見つけるから、その時は言わせてほしい、君を。エリックが全て言い終わらないうちに、私の姿はプレーンお化けのようになってしまいました。体の感覚が消えたので、彼の言っていた言葉は耳に入ってきませんでした。プレーンお化け、人間は死んだらこうなるって図鑑に書いていましたね。あれ、本当だったんですね。なんという悲劇でしょう。あの図鑑が本当なら、私はきっと消えてしまいますが、きっといつかまたエリックに会える日を
信じて。なんという終わり方でしょう。